失礼しました。リターンの位置が入ったんでね、なかなか見えなかった。すいません、ありがとうございます、教えていただいて。まあちょっとね、やったらもう一回再現しますね。まあ最初ね、こういうふうに書いて、まあ今ちょっとね見てなかったんですけどね、実はこういうふうに、ずっとやってね書いてました。まあこれをねもう一回ちょっと再現してみますね。のねスタッフ用にもねちょっと残さなきゃいけないんで助かりました。まあどうしたかっていうとですね、まず岩の考え方なんですけど、四角があって、まあねこういうふうに、バース線ですよね、引いて、で、まあ、まず四角をもう簡単に言うとこう崩していくんですね。崩してってだん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 岩にするっていうことを、まあ、頭の中でね考えて書いてます。まあ、こういうことです。こっちもねこんな感じで、したりとかね、まあ、これ基本ですけどね、ベースで出っ張らしたり、ちょっとこうへこましたりとかね、こうやって崩してって岩をね考えて書いてるんですよね。これもね、何人かうちのスタッフにもね、教えたりはしてるんですけど、一人一人っていうか、まあ、教えてはいなかったりしてたんでね、で、それやってほしいって言われて、今ね、こんな時間ですけど、ライブ配信ね、しながら、まあ、アーカイブでね、残せたらなと思って、やってます。で、まあ、ここね、上の面が同じ面ばっかりなんで、ちょっとこういう風にね、ちょっと低くしたりとか、すると、まあ岩のね、表情も、見えてきますね。で、これを、元にこのぐらい薄くしてね、岩の設定みたいなね書くときとかに、こういうふうにして美術設定とかね書いてます。
で、こっちも。で、引っ張ってとか。こんな感じかな。で、まあ、岩の美術とかね、入ったりしてます。で、ここになんかキャラいるとかね。で、これをもとに、ちょっとね、色塗っていきます。で、今は普通の丸ブラシだったんですけど、楕円のね、ブラシを使って、まあ、こう、私はあのアウトペンで使ってるんで、こう回転機能があるんですよね。回転するやつでやってますけど。でね、まあ岩とか木とか、まあ、物描くときそうですね。大体あの中間の色からざっとね、塗ることが多いんですけど、まあなんでかというと、その上から明るい色と暗い色をのっけやすいんでっていうね、ただ単にそれだけなんですけどね。赤い色って言うんですかね。と、これを混ぜてね。30% ちょっとぐらいのやつでね、こんな感じで、でだんだんここからね、だとムラを作って、まあなんでしょうね、調子をつけながら岩の複雑性みたいなのもね、と表現していきます。外すとこんな感じですね。どうしようかな、アーカイブ残してもね、多分最初の3、40分ぐらいね、しばらくお待ちくださいのままでしたからね、編集してもらって、やっぱやってもらおう。一応アーカイブ残すけど、後で編集したものをね、乗っけてもらいますね、ちょっとね。相方に頼んで、ちょっと編集はね、今やってもらってるんで。
ね、久しぶりで、あとね、配信するときにトラブったんですよ、ちょっとね。それがあって慌てちゃいましたね。配信ボタン押してもね、配信始まんなかったんですよね、なかなか。で、今回ね、タイトル打ち直したりとかね、もう一回やり直したりね、ちょっと実はね、バタバタしてます。で、上の面も、まあ、こんな感じ。まあ、わかりやすいようにいくとね、この線を薄くして、ちゃんとね、立体になってるところを。若干見てる感じなんで、上がね、ハイライトっぽく明るい感じにしてます。で、一番暗いのね。構成してってるイメージですかね。よくね、スタッフに言ってるのはね、もうあのうちは 3D が全員できるんで、 3D でこういう岩もね作ったりはするんですけど、頭の中でね、もうモデリングしてレンダリングしてるのをただね手で出力してるんだよみたいなことを言うんですけどね。で、うちは今、マヤっていう 3D ソフトでね、モデリングを主にやってるんですけど、やっぱね、描いた方が楽ですよ、やっぱね。一回ね、3D で作ってしまうとね、この裏の面なんてもうね、ぐるぐる回せちゃうんでね。手間はかかるけど、まあやっぱね、効果的ではあるんですね。感じですかね。せっかくだ、地面の設置面もね、少し解きますかね。なんかくっついてね、見えるし。YouTube のやつね、見ていただくと分かるんですけど、パターン一緒で、あの中間の色で形取って、最後に我慢して我慢して、一番軽い色とか一番暗い色使って描き上げるっていうね、そういうパターンでいつもね構成してます。なぜかっていうと、形が決まんなくて不安な人ってね、まあ、明るい色とか暗い色ね、いきなりまあ、ちょっと不安でしょうがないから早く決めたくて入れちゃうんですよね。そうするとね、なかなか後戻りできなくなっちゃうんで、なるべくね、中間の色とかね、
消えながらね。で、さっきね、ちょっとね、お見せできてなかったみたいだったんで、もう一回ね、やりますけど、まあ、これがこういうね、今、線画に描いた、こういうね、これを、まあ、こういうふうな岩にしたっていう。で、これをもっと複雑にした感じでいくと、まあ、丸っこくね、した感じの岩。ちょっとね、形を複雑にしたっていうか、そんな岩をちょっとね、こんな、作ってね、偶然性を出したりとか、そういうのはね、アナログ筆で書いてる時からね、多いですよね。とこうくぼみ入れたりとかね。高評価もありがとうございます。こんな時間でね。まあね、まだ明日とか今日か。今日までね、休みはありますけどね。そこのね、セッティングしてたらね、もうこんな時間になっちゃっても。えらいことになりました。さっきの説明用にね、四角くした岩とかね、あるんですけど、それをもっと複雑にしたのがこういう感じですね。あ、そうそう、あと、まあ、さっき画面ね、見えてなかったんであれですけど、なんだっけな、君に決めたっていう劇場ポケモンのロケハンでニュージーランド行ったんですよね。で、ニュージーランド行った時の写真がね、こうあるんですけどね、まあ、岩、ちょっとピカチュウいますけどね。こういう風な感じのね、大きさの岩を今ね、雰囲気で描いてました。どこだっけ、なかなかね、天文台みたいななんかね、あって、名前どこだったっけな、ニュージーランドのね、すごい綺麗なね、とこでしたね。ね、今みたいな雰囲気ですね。で、この明るい色ね、君に決めたの映画の時に、今言いましたニュージーランドにね、ロケハンで行かせていただいて、その時に実はヘリにも、セスナ機か、
セスナ機にも乗ってちょっと空撮をしたんですよね。でその時にあの監督の与山さんと下を見て、マスラさんってニュージーランドだねっていう話をね、その時して、いや私もそう思ってたんですよって2人でね、そういう話をねしてたんですよね。あ、そうそう、あとね、青い照り返しのやつもちょっとね、ちょっとかでね、ロケハンのおかげでね、あの本当にひどい絵がね描きやすくていい感じにね劇場で見えたと思うんですけどね。あれはニュージーランドでした。あとはあの白黒のイメージシーンですかね、あの色がなくなった世界とかね、あれはあのうちのね近くの小学校にねロケハンに行って、小学校の屋上から見える風景をね、実は初めてポケモンで多分現代の日本みたいなのを描いたと思うんですよね。あれ実はねうちの近所なんですよ。岩山さんも一回なんかテレビでね、未完の人のね近所なんですよって言ってくれたと思うんですけどね。岩がね、まあできました。で、もう一個、古い昔のねポケモンを、庭から実はやらせていただいてて、そのね古いポケモンの岩の描き方、まあねちょっと待機画面の時に言いましたけど、あのダニエル・アシャモさんっていう人のねデザイナーさんですかね、お仕事をね PV やらせていただいて、まあ、その時に古いポケモンのスタイルでね描いてほしいっていうオーダーがあったんで、当時まあ絵の具でやってたんですけどね、ニッカのポスターカラーって書いてたんですけど、それを思い出しながらねデジタルに変換してね描いてました。でもね、なんだっけな、アドバンスジェネレーションかどっかの時にね、半分ぐらいね、デジタルでちょっとやり始めてたんですよね。確か私はね、テレビで、まあ、美観というかね、仕切ってたのがアドバンスジェネレーションまで仕切ってましてね、やらせてもらってましたけどね。昔のねテロポケってね硬いタッチ入れてたんですよ。あの作業筆っつってあの尖った筆があるんですけどね、あれでね丸いタッチをちょんちょんちょんと入れてましたんで、それを、まあ、今ねブラシこうちょっと硬い感じにねしたんですけど、多分ねこれ昔のやつ見るとこういうタッチ入ってるの分かると思うんですよね。の青い色もね、こんな感じで。で昔のテレポケってあのアウトライン入れてたんですよね。でそれがイーグルカラーっていうのの黒と茶色でね入れてたんですよね。
赤の、まあ、これの焦げ茶色みたいなね色だったん で最初ねちょっと失敗してこれ別レイヤーにしてなかったんで、今回ちゃんとね線は別レイヤーにしてね、で色鉛筆だったんで、まあ、ちょっとね木作画ばらしてこういう風に飛び散るようなタッチのねやつを使ってね今回やります。で別レイヤーでね、昔のテレボケってこんな感じですよ。このね、圧線を出してるんですよね、このラインでね。地面とかね、こんな。あ、そうそう、草があったりしたらね、草もね、なんかね、こんなタッチで入れてましたね。こんなんでしたよ。懐かしいな。ね、十何年続くと思ってなかったですからね、ポケモン。いやー、ほんとね、チャゲンの息子さんありがとうございました。教えていただいてね、危なく放送事故、まあ放送事故になってましたけどね、になるとこです。はい、じゃあ岩ね、こんな感じで、4種類、やってみました。あ、なんかありがとうございます。なんかね、何回か見ていただいてね。はい。もんすかね、はい、じゃあ岩の描き方ね、ちょっと最初ね 3,40 分ちょっと見えてなかったんですけどすいません、もう一回ね描きました。はい、こんな感じで岩をやってます。あ、まあ最後ねあれですね、最初にまあこれ今ガチでこう一からね全部描いたんですけど、私が作ってる岩ブラシってあるんですけどね、それを使うとどんくらい早いかっていうのをもう最後ねサービスでちょっとお見せしましょう。本番作業で実際本当にもう大量に書かなきゃいけない時とか、背景ってのは一枚一枚ちゃんと書くのもあるんですけども、大量に本当に200枚ぐらいとかね書かなきゃいけない時は書かなきゃいけないんで、その時にねどういう風にしていかに効率を上げて書くかっていうのをまあ考えてるわけですよね。で、YouTube で何回か言いましたけど、映画のね、ポケットモンスター、ミュウツーの逆襲から、最新のね、ここまで。で、フル 3D のね、ポケモンも、一回ね、ありましたけど、あれもそうですけど、全作品ね、やらせていただいて、で、私がね、メインでやったのはね、ルギア爆弾からなんだったんですけど、それまでテレビポケモンやりながらね、映画も実はやって、今ね、いる会社に、直行で何回か行ってね、この会社の社員になっちゃいましたけどね。で、で映画のアルセウスまでかな、なんか一人でね短編長編とかある時とかそうなんですけど、350カットって言って短編長編ってね前が分かれてましたけど、あった時はね長編が1200カットエンディングオープニングで1200カットか、本編900カットぐらいかなあったんですけどね、それのね3分の1の350カットをね実は一人でずーっとやってたんですよね。でその時に、まあ、こんな感じでねもう一人でそんだけやんなきゃいけないんで、こういうブラシのアイディアとかもね考えながら、
まあ、この時はこんないっぱいなかったんですけどね。やってました。これかな。左から光来てるのくらいの感じだ。こんな感じで、選択反転消去って私の YouTube だったらもう毎回ねやってますけど、もうこうやるとさっきずっと書いてたのがね、もうだいぶ終わってるんですよね。まあもちろんね、このブラシももう一からね自分で作ったやつですけどね。だから同じ工程を踏むまでがこのブラシによってだいぶ緩和されて早く描けるようになったっていうね。あとは、まあ、さっきみたいにね消し込んだり、まあのまあ、描いたりすればね終わるわけなんですよね。さっきの時間かかった工程が数分で終わるんで、であと、もうねこの鋭い立ちが出るためにあの岩の立ちブラシっていうのを実は作ってて、これですね、アシストツールですよね。そのとんがった筆を横にして描いたりとかね、平筆でささっと描いたりする時があるんですけど、その感じをねちょっとイメージして作ったブラシなんですよね。鋭さみたいなのがね実は表現される。時も気をつけるのがここが少なくて大きくて一番大きいというふうにこうパースを一応考えてね書いてます。で、三角形ブラシでこういう三角のこういうブラシね、これもね作用での角を使ったイメージのブラシなんですけどね、まあ、あの確か手書きのなんだっけなブラシ作るやつで YouTube にね載ってるんで、ブラシの作り方の考え方か、確かねもう1年ちょっと前に乗っけたやつがあるんで、多分それご覧になるとね、このブラシなんでこう作っこの形になったかっていうエピソードもね分かると思うんですけどね。はい、まあねこれでさっき時間かかってねやってたのがブラシポンと置いたわけで数分でね、だからこれ見て分かる通りあのかなりのね時間短縮になるんですよね。でもね岩場の芯とかだと何十枚も書くわけなんで、こんな感じですね。こういうね工夫で時間を短縮して、でその分もっと他のところの攻撃上げたりだとか枚数上げたりだとか、ここに書くとそれはねもうほんと1日アニメテレビだと最低3枚、やっぱ書いても5枚ぐらいは書かなきゃいけないんで、工夫しないとねそういう枚数が上がらなくなっちゃいますからね。アニメの背景のねノルマはそんなもんですね。 BG4 率背景で見せる方とかはねやっぱり1日1枚とか、まあすごいあの大きい大判サイズはまあ1枚につき2日かかったり、最大でまあ
3日かかったりとかね、のもありますけどね。でも大まかには目安としては1日3枚とか、普通のやつはね5枚とか書きます。はい、ね、ブラシ使うと数分で終わります。このね、これとこれね、だって入れたタチこれですからね。ブラシのおかげでこういう風にね、これ分かりやすいですよね。私が入れたタッチね。でブラシと、はい、最後ね、ちょっとね、放送事故で 3,40 分お見せできなかった分ね、でこれかね、こんくらい言っても今もう 150% とか 170% ですけどね、こんくらい言っても全然絵はね持つんで、でございます。これかで最後ね、ブラシ使った岩とね、岩5個描きました。ちょっとここかな、こっちかな、はい、どうも、じゃあありがとうございました。ちょっとね、最初お見せできなくて申し訳なかったです。教えていただいてありがとうございます。助かりました。じゃあ今日これで終わります。